畑で害虫がいっぱい出て困るって、手で取っても間に合わないっていう人いっぱいいると思うんだけども、そういう時はね、せっかく農薬撒いてないんだから、害虫がいるってことは農薬撒いてないんだから、液中をね持ってきちゃうのよ、呼び込む。その一つの方法、一つの方法としてこれ、カマキリの卵、これね、カマキリの卵ね、これをね畑に持ってくるのね。これ去年じゃないな、一昨年、2年前に、青森随仙郷、山菜取ったり池の掃除した青森随仙郷で、あそこの人に許可を得てカマキリの卵を2つもらってきたんですよね。でそれを後ろ庭の畑に、置いて、で孵化させてで育てたのね。その子供、我が家の純粋なカマキリ第1世代か、うん、我が家のねカマキリ、それが3つ卵を産んだのね。でこれね、中国で、有機の畑にカマキリをたくさん放したのよ。多分大きくなってからだと思うけど、そしたらかなり害虫が減ってくれて効果があったっていうやり方なんで、結構おすすめのやり方。中国とか韓国とかも有機農業最先端だから、日本と比べ、日本はもう遅れに遅れてるから、学ぶとこはやっぱ学ばなきゃダメだよ。いろんな日本人のプライドあるかもしれないけれども、いいところは学ぶ、それ大事。中国のやり方ね。でそのやり方なんだけども、まあこれちょっとススキに、うちのススキについたんだけども、葉っぱ邪魔なんでちょっと取るんだけど、ちょっとこれ危ねえな、無理やりやると卵傷むから。よし、俺の去年やったやり方、この支柱ね、支柱にセロテープで固定しちゃいます、上と下と。これだけ、これをあと2つやっていく。これであとね、畑に刺しとくだけなんだよね。それだけで帰ってくれて、ちっちゃいカマキリ、子供の時育てたんだけども、この年になって育てると思わなかったけど、いっぱい出てくれて、それから何匹か生き残って、どうしてもね、生存競争で負けてね、消えていくカマキリってのもいるから、それは仕方ないけども、最終的に大きいのが、3匹から5匹ぐらいでいたかな、まあ、そういう感じになるんで、でそいつらが結構食べてくれるんで、カマキリ大食感じゃん、あんなでっかい体してるから。よいしょ。で多分うちの近所の家でもいっぱい増えてると思う、卵産んでると思う、生息が。でもこうやってね、持ち込んだやつでもちゃんと日本にいるやつだし、この辺の生態系として、なんだ、底辺はいっぱいいるのよ。害虫とか、ただの虫って、害もなさないし、液もなさない虫がいるんだけども、そういうのがいる中で、こういう食べる側の、捕食側の虫も増えることによって生態系が豊かになって、我が家の周りの生態系は豊かになって、いい影響があるはずなんで、まあ問題なし。でこれをあと畑に刺してくるだけ。で、刺すポイントなんだけれども、さ、結構、鳥に見つからないところにやらないと食べられる。鳥かどうかわかんないんだけども、去年の今頃、畑に刺したの2つあるんだけれども、そのうち1つね、卵がね、全くなくなって消えちゃったのね。びっくりしてさ、あ、ちょっと待って、これ取れそうだ、これ。取れそうだから、ちょっとね、テープで補給しとくか。いや、ちょっと待って、これ大きいな。1年間ね、冬の中で、冬はね、この倉庫の中に置いといたんだけど、で、去年さ、1個完全になくなったの、多分鳥が食ったんだと思うんだけども、だから鳥が見つけづらい場所、もしくは来にくい場所を選んで、カマキリの卵を設置しておくといいかもしれない。うん。まあ、今これから設置しに行きます。去年ある程度うまくいったのがこのボタンの場所なんだけども、まあ、ここにね、よいしょ、じゃあボタンに近づけるか。で、刺して、まあね、こういう感じで置いときます。あと2つ。
あとはこのアスパラとかある場所も結構ね、朝月もある場所を結構好んでくれたんで、どうだろうな、鳥に見つかるかな、まあ、とりあえず様子見てみたいと思います。あとは家の裏のカシスとかウドとか生えてくる場所にね、よいしょ、まあ、これでうまくいけばいいなぁと、うん、まあこういう感じで、畑の中に捕食者としてのカマキリ、害虫とか、あとは害もなさないけれども益虫もね食べちゃうけれども、そういう食べてくれる側の生き物を畑に入れました。で、彼らがちゃんと過ごせるような環境も作りながら、ね、隠れられる場所とか、またはそういう食べ物のになる生き物が集まれる場所も作りながら、畑っていうものをやっていけば、彼らがここに定着して、まあ、定着してくれたから去年卵を残してくれたんだけども、そして我々にとって都合の悪い害虫を食べてくれて、まあ、生態系がね豊かになってできて、作物もそこまで被害が出ないかもしれないっていう状況ね、こうやってカマキリに手伝ってもらおうっていうのが今回の話ね。賢くあるものを使っていけば、薬も使わずやることはできるんでね、カマキリの卵を見つけたらちょっと拝借してきて、うちで買ってみる、買うっていうか庭でね、畑でね、そこで生きて生まれて成長して子供ができて卵を産んで、それをまた生まれてっていう循環をね、人間の手でコントロールしてお手伝いしてあげることによって、畑の無農薬無肥料っていうこともできてくると思うんで、まあ、もしやれそうであればやってみることをお勧めします。カマキリの卵を持ってくるやり方。